あ,あ、久保さん、実はね、僕言ったことあるんですよ、母ちゃんに。で、母ちゃんショック受けてましたけどね。<laughs> 僕、産まなきゃよかったのにっていう。なんか、まあ、結構ね、やっぱ、当時僕、貧乏で、まあ、なんか、劣等感というかね、まあ、いろいろあったりしたんで、ね、あの、友達のおもちゃ盗んだりとかしたりとか。まあ、あのー、中学校の時もね、チャリンコパクって、 警察にそれは警察沙汰になって警察で土下座して泣いてみたいなところもあるんですけどもまあ今思うとその劣等感貧乏だったからね、まあ、将来なんか成功したいなとか社長になりたいな金持ちになりたいなと思ったのはそういう幼少期を過ごしてきたからって今思えるんですよだから普通の家庭に生まれてて普通に恵まれてたら多分今はこういう人生送ってないだろうなと思うんで逆を言うとまあ貧乏で良かった運が良かったって思えるんですよ で、そういう人生を遅れたんだよね、僕はね。だけど、そういう人生を遅れてない人は、ずっと、あ俺はか、俺の家庭は、俺の家庭はこうだったから、こうだったから、こうだったからって言い続けるんでしょうね。うん。だ過去は変えられないけど、過去の意味付けはいくらでも変えられるんで、まあ、その意味付けを変えられる人が、運がいいんじゃないですかね。<laughs> うーん。だから、これはね、勉強して色々本当、いろいろ実践して、いろいろやっていくってことは大事ですね。 じゃないと多分ね、うん、鳥籠の中ですね、うん。ずっと。ずっと鳥籠の中で、その新しい概念とか、新しい捉え方とか、新しいものの見方っていうのはできないので、ま、ずっと鳥籠の中にいると思います。自分の狭いその考え方というか。だからまあ、僕の考え方では、まあ、例えば悩みとかもあると思うんですけども、悩みは確かに今目の前で大きい悩みかもしれないけど、宇宙から見ると、 まあ、そもそも人間なんかはもう見えないというかね、アリンコなんですよね。だから、どこの視点で見るかによって代償は変わってしまうということですね。どこと比較するかによっても代償は変わってる。貧乏っつってもね、生まれた瞬間ね、裸足でね、家もあないみたいな、そういう国もあるわけじゃないですか。で、餓死している子供もいるわけですから。で、そこの <laughs>、僕はね、だからその、すごく印象深かったのが、あの、中学校の時に僕、中国行ったんですよね。 あの卓球ででで遠征ででその時にマクドナルドが当時もう二十何年前の話ですけどもマクドナルドの隣はもうめちゃめちゃすごいボロボロの校舎なんですよなんか異様な校舎なんですよなんかマクドナルドだけ麗で隣の廃墟なんですよやばないですか廃墟の中になんかマクドナルド一個だけ綺麗に立ってるみたいな <laughs> そんなとこありまして で、そこの、まあ、あの、みんなそこマックン食べに行ったんですけども、あの、なんか、二、三十人ね、子供も本当靴もボロボロなんですよね。で、洋服もボロボロなんですよ。で、鼻垂ら,らしてるみたいな、そんな子供たちが二、三十人たかってるん,んですよね。で、マクドナルドから出てくる人にこう、こうやってたかってくるんですよ。だから、控えてるんですよね。で、僕も中一だったんですけども、その時に、 女の子ですね5。5歳ぐらいですよ、多分。5歳ぐらいの女の子で、あの、靴が1個ないですよ。1個が、まあ、裸足だったかな。で、まあ、鼻水垂らしてね。で、もうボロボロですよ。で、ずっとこうやってくるんですよ。で僕、中1ですよね。よくわかんないんで,で。でも、唖然としましたよね。同じ地球上に生まれていて、まあ、貧乏言うてもね、一応中国行かせてもらってるんで、うん、なんか、すごく感じるものがありましたよね。 なんか、あ、世の中にはこういうところもあるんだと。だから頑張んないといけないな、みたいな。うん、なんかいろいろ思うっていうね。だから結局思うにかまた帰ってくるんだけども。<laughs> 思えるか思えないかですよね。い、うん、ってらっしゃい。